Hey guys! Welcome to my channel. I'm Daisuke. Today I will eat Tom Yum flavor instant noodles. So let's get started! そして今日買ってきたやつがこれね、ベトナムで売ってるやつだと思う。これなんて読むんだろう、ンゴンっていうのかな。会社がね、ビフォンかな、多分こんな感じ。パッケージがトムヤムっていうんだね。トムヤムくんじゃないんだね、まあ、こんな感じらしいけど、ちなみに俺はトムヤムくん食べたことないっていうね。どんな感じなのか知らない。これ電子レンジでもできるみたい。日本のカップ麺ってね、電子レンジでできるやつ多分ないんじゃないか。聞いたことないわ。ところでさ、これハラール認証あるってことは豚肉とか入ってないってことかな。違うのかな。こんな感じになってんだ。結構いっぱい入ってるんだ。なんだろうこれ、なんだろう。これがトムヤムくんのやつかな、多分。それとこれがスープ分かんない。なんだろうこれと、なんだこれ、これがスープか。これなんだろうね。これ3つ入ってたわ。ここにフォークインクルーデッドって書いてるね。でもどこにあるんだろう。ないね。そしてここの中にこの3つのね、これ多分後で入れるんだと思うんだよね。でもこの2つをとりあえずね、パウダーを入れていこうかな。結構すごい。次これね。おうおう、なんだこれ、白いな。塩かな、わかんない。とりあえずこんな感じで、これでいいかな。よし、これでできたと。おいしそう。あとはこれにこれを入れて、これ何なんだろうね。あ、匂いおいしそう。そしてこれをあと混ぜて、こんな感じなんだ。こんな感じです。こんな感じです。あ、曇っちゃった。トムヤムくんってこういう感じなんだ。それじゃいただきます。辛ベトナム料理は結構辛いの多いのかな。でもね、美味しい。辛いんだけど、なんて言うんだろう、
香辛料はなんかいい感じ。あのさっきの赤いやつがあれかな、辛いこのそうタレだったのかな。これはベトナムでは有名なカップラーメンなのかな、ビフォンのウゴンウゴンジュ。うまいけど辛い。スープはね酸味があって、うん、辛い。とりあえずすっごい辛い。ごちそうさまでした。あのね、味はまずちょっと濃いかも。でも美味しい。そしてもしか辛いのが好きな人はこれおすすめだわ。鼻水出てくるわ。てな感じです。それじゃまたね。バイバーイ。